今都内にいて作家活動を、6年目になります、うん、アーティストの印刷社会です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕は主に、まあ、こういった今キャラクターをメインに作品を描いていて、うん、ここにあるのはハートシリーズという作品なんですけども、うん、まあ、こういうハートだったりとか丸の中に小さいキャラクターたちが、描かれているって作品と、あと真ん中にキャラクターが一体いるワンパーソンシリーズっていうのを主に今展開してますね。うんうん、このキャラクターはこうご自身で生み出したキャラクターってことですね。あ、そうです。全部オリジナルのキャラクターで一体一体その僕の中の心象風景をその時その時の反映させたキャラクターっていうのを描いてます。これはもう毎回出てくるキャラクターもいるんですか、それとも毎回新しいキャラクターが出てくる？もう毎回もう別々のキャラクターで一体とも固定したキャラクターっていうのは作ってないです。例えばこの作品でいうと、その結構言われるんですけど、結構僕の中のなんか結構無意識な、形っていうのが自然と現れる形なので、なんか書いてみて意外とこういう時ってなんかこういう物語見てたから影響を受けたのかなっていうのが自然と反映されてるって感じです。じゃあこう書いてる時に生まれてくるもんってことなんですか？中にっていう、制作中に生まれてくるっていう。結構じゃあ自分でもハッとする時というかいう時もあるんですね。なんか思ったよりなんか怖いのが出てきたなっていうのもあってちなみにこうやっぱもう一個気になるのはこのなんかデジタル的なというか、まあ、僕もともとそういうゲームが好きで、まあ、ゲームであのドット絵というか、まあそういうのでまあテトリス的な感じでこう組み合わせていってるんですよね、さっき、後ろの背景とかも、全然これは制作関係ないですけど、好きなゲームは何ですか？僕はさっきテトリスとか言ったんですけど、めちゃめちゃ戦争ゲームが好きですね。めちゃめちゃ争いのが好きなんですか？でも戦争ゲーム好きなのにこっちだとちょっとラブというか。そうです、ちょっと真逆のこのシリーズになろうとしたこうなんだ、きっかけとかはあるんですか？まあ、そのこの作品のコンセプト自体が、ユングのペルソナって概念を取り入れてるんですけど、それがなんかもう、親しい友人だったりとか家族とか、まあ、会社の人とかってそれぞれが自分で見せるキャラクターっていうのがあって、それをなんか僕はこう自分一人の体なのにそうやって複数の人格を宿してるっていうのを、自分の体っていうのはハートだったりとか、円に見立てて、その中に自分のキャラクター性をたくさん、描いてるっていうコンセプトのことを作ってます。じゃあ、最後にこう、はい、見に来られる方にこうメッセージとか。今回はそうですね、今から作る作品なので、特にここ1ヶ月ぐらいの僕の心境がより反映されたキャラクターっていうのが登場すると思うので、そこをちょっと注目して見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。